マーキュリーカップは、岩手県競馬組合が、森岡競馬場、ダート2000メートルで施行する、ダートグレード競争である。正式名称は、農林水産大臣商店、名星オペラ記念マーキュリーカップと表記される。競争名は、太陽系、第一惑星である水星を意味するマーキュリーから。名星オペラ1997年に創設された、中央。 地方全国指定交流競争で、第1回より、ダート競争格付け委員会によって統一、議員に格付けされている。第1回は、水沢競馬場のダート2000メートルで施行された。第4回目の2000年より、施行競馬場を森岡競馬場に変更し、現在に至っている。なお、距離の変更は創設以降行われていない。 例年会の日に開催されており、岩手競馬の夏の風物詩となっている。なお、2020年の第24回及び2021年の第25回は平日開催となる。また、岩手競馬で年度の最初に行われる交流重賞競争でもある。地方勢の優勝は2015年まで第2回の明星オペラと第19回のユーロビートの2頭である。また、 三歳馬も出走可能であるが、これまでに優勝したことはない。2019年と2020年は、農林水産大臣賞がつかず、明星オペラ記念マーキュリーカップの名称で行われた。本年7月14日より、前の GIJ プニー競争優勝馬は 5kg 増、GIIJ プニア競争優勝馬は 3kg 増、g i 内競争優勝馬 1kg 増、 蒸気重量に加え、GU 及びジャパン競争を通算3章以上している馬は 1kg 増で、さらに2章ごとに 1kg 増。負担重量の上限は3歳 56kg、4歳以上 60kg、貧馬 2kg 減。各界競争結果の出展。ありがとうございます。